皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、はい、先週に引き続き、はい、広島県の鞆の浦、はい、来ております。今までと、はい、随分違う景色だと思いますけども、はい、今日は、なんと、はい、喫茶店カフェでございます。カフェでございますね、はい、どうしてですか？今日はですね、アワーハウスの、オーナーさんでいらっしゃいます、はい、大浜さんに、大浜さん、はい、鞆の浦のお話を聞かせてもらおうかなと思ってやってまいりました。アワーハウスの大浜さん、はい、というわけで大浜さんです。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大浜さんは、はい、鞆の方なんです。鞆に、いや、私はね、字が大阪なんですよ。あ、大阪なんです、はいはい、だから、うちの家内がこの鞆の人間で、あ、なるほど、はい、で、まあ、こっち側に来たような感じになるんですけど、まあ、こっち来たきっかけっていうか、はい、まあ、やっぱりその神戸 の震災、震災、はい、はい、まあ、それから、まあ、2年経つか経たんかぐらいに、まあ、こっちがもう大阪を引き上げてこっちに来たような感じですかね。はい、それはなんかこう落ち着いた場所でお子さんをっていう感じだ。うん、そうですね、まあ、まずそれはありますね。あの、やっぱりその子供を育てる、まあ、要は結婚してね、子供を生まれて、その家庭っていうのが、はい、まあ、持ったいうのと、で、やっぱりその神戸の震災があった時に、うん、その時からだから、その、まあ、将来のことっていうか、うん、まあ、いろいろこう考えるようになったんですね。あ、なるほどなるほど。あ、きっかけとしてね。そうですね。あ、なるほど。あれ、あっからね、ちょっとこう、いろいろでもなんか分かり考えちゃったんだよね。だからあれが、うん、その鞆にね、来たのは、だからたまたまうちのかみさんがこの鞆で、うん、まあ、付き合いが、まあ、古いで、一番最初鞆来たのはもう今から30年ぐらい前なんですけど、まあ、その時に、まあ、このね、はい、その景色もいいし、はい、穏やかいし、のんびりしてるしみたいなんで、うん、まあ、いずれね、まあ、その年うん、たらみたいな感じ、もう漠然と、はい、そういうのはありましたけど、はい、どうでした、その印象。そうですね、だから、まあ、僕自身が、まあ、大阪の、まあ、下町の生まれなんですけど、はい、うん、もう下町なんで、まだその路地とかあって、うん、家もこう胸続きでみたいな感じの中でこう育ってきてるんですよね、はい、だからそういうふ友が、だからその昭和の、はい、僕が生まれ育った感じの町がそっくりそのまままだあるような、まあ、人もそうですけど、本当にその、 あの人付き合いというか、うん、人とのつながりがもう結構密に、うん、まあ、小さい町なんでね、はい、うん、でそれとやっぱりそのこのやっぱり環境ですよね、うん、すごくいいですよね、ここね、うん、だからその海もあってで景色もいいし、うん、みたいながあってですかね、うん、マンションに住んでおったんですけど、はい、上下隣の人の、うん、ね、名前も知らない、家族構成も知らない、はい、うん、実際おる時には当事者としてなんかそれが別に何もなかったんだけど、はい、神戸の震災があって、うん、あのいろいろね、やっぱりこう見たり、実際ね見たりとか、うん、あったん でそこからやっぱりなんかこれ違うんじゃないかみたいな、うん、でも、あ、まあ、共に行こうみたいな、うん、子育てっていうかは、だから僕らだけじゃなくて、まあ、近所のね、さっきも言ったようなそのコミュニティが結構しっかりしてるんで、うん、あの F にいたコミュニティがしっかりしてるけど、要はその下世話なおっちゃんおばちゃんだ、うん、ね、おじいちゃんおばあちゃんもおるし、うん、っていうような感じだから、うん、そういう分なんてものすごくこうだから楽でしたよね、うん、不便さもなかったし、うん、生活していく、暮らしていくっていう分には割ともほんまいいとこやったんで、はい、いいなぁ、すぐ馴染めましたか、はい、そうですね、あの鞆の浦でね、はい、あれが多いんですよ、あの祭りとかが、で祭りとかにね、こう顔出したり、うん、ね、まあ、嫌いの方じゃないんで、もう騒いでる、だからそんなんがあるから、結構こう、すっと、うん、あの入れたというか、
うん、であとその、うん、その近所付き合いとかはね、まあ、どこでもね、うん、その場所変わっても、まあ、近所付き合いのは絶対ねどこでもつくもんなんで、うん、あとまあお年寄りとかがやっぱ多いから、うんうん、だから子供がおったらね、確かに可愛がってくれたりとか、うんうん、してくれるんで、はいはい、うん、どこどこの何々って話、ね、あ、そうそうそう、やってきますもんね。そうそうそう、で大体この辺の人はまあまあ分かるわけですよね。あ、そうですね、はい、だから大体あそこの、そうですね、だからそれ、そうですよね、うん、あんだけ狭いマンションにこう住んでて、うん、分かんないって、うん、ある意味異常なんでしょうね。そうですね、やっぱその人とのつながりみたいなのが、やっぱりね、東北の震災以降でも、はい、若い人ら、うん、やっぱりその何らかこうね、その心のどっかでこう持って、うん、多分ね、都会で住んだりしてはると思うんですけど、うん、だから、僕もだからそんな感じやったんですよ、うん、その20年前、うん、なんか違うなっていう、うん、そうそう、そんな感じですよね、うん、なんか違うな、うん、ここら辺の、まあ、人の気質っていうか、うん、まあ、その温暖なんですよ、うん、割とこう瀬戸内容とね、だからその、まあ、漁師さんしかり、まあ、その農家の人もそうやけど、割とこうだから大雑把というか、うん、オーラか、はい、あー、その土地柄的にね、うん、だからこう他から来られても、うん、割とこうスッと、うん、入っていけれるんじゃないかなと思いますけどね。いいこと聞きますね、うん、なんかやっぱり歴史文の本とか読んでたりすると、あの瀬戸内の方々は社交的というか、あ、そうですね、陽気というか、やっぱりいろんな人が海からやってきて、そうそうそう、っていう文化がもともとあるから、そうそうそう、その異国の人じゃないですけど、違うの人が来ても、うん、ああまたねぐらいの、なんかそういうのはよく書いてあって、そうですね、だから特に友の浦は昔からそのね、北前船の、ね、うん、その中心をね、うん、あの潮町の港やいうことで、うん、だから一番小さい港町なんだけど、一番こう栄えたとされてるとこなんですよ。だからいろんな人が集まるとこだったんで、だからそんなんもあるとは思うんですけどね。いや、ちょっと考えちゃうな。友。僕が東京で、はい、ちょっと話変わりますけど、ずっと十何年を髪切ってもらってる美容師の人がいるんですけど、はい、それと福山の出身なんですよ。ほうほうほう。で福山出身か知ってたんで、今度友の浦行くんですよね僕って先日言ったら、あー友いいねーって、なんもないけどねでもいいよってすごい言って、なんもないけどいいねって結構すごいことじゃないですか、はいはい、だからどの辺が魅力なのかな。そうなんですよ、だからそれなんですよ、あのね、本当にね、何があろう言ったらでもね、その何もないんですよ、実際ね、だからほんまこのさびれた小さい、まあ、あの漁師町っていうかなんですけど、だから何が魅力かってね、うん、だからそこでもう寂れて小さいんやけど、そこに要は人が暮らして、まあ、まあ営んでるというか、うん、おるわけじゃないですか、はい、その営んでる人らがね、結構だからさっき言ったようにおおらかやし、はい、お店も少ないってね、うん、こうそういう不便性はあるけど、うん、そんなもんを全然不便に感じてないような人ら、うん、まあ、ばっかりっていうかなんで、うんうん、だからそういうとこなだと思うんですよね、うん、そのほんまに何もないんですよ、はい、だから都会行ったらもうね、100メートルだったらもうコンビニが何軒もあったり、はい、ね、物に対してはその不便さはないけど、うん、ね、うん、何でもあるけど、うん、それがいいと思うんですよね、うん、その何もなさが、うんうん、プライドじゃないですけど、なんか友であることに自信持ってらっしゃいますよね、うん、ああそれはだからあるかもわかんない、だからその、うん、昔やっぱりね、うんうん、このね、瀬戸内の中で小さいけど一番ね、うん、要は早かの港町やし、うん、でそんだけまあ豪商も、ね、やっぱりそらこうったわけやから、うん、そういうので見たら、その友っていうのは、うん、そのプライドはだからそういうのがあるからかもわかんないですけどね、うんうん、大浜さんにとって友のとっておきって何ですか。ね、やっぱり僕好きなのはやっぱりこの目の前の海ですかね、海、まあ、この弁天島と仙酔島と、あとまあ向こうが隣の岡山県 の笠岡ってあるんですけど、はい、その前の島々なんですけど、はい、僕はこの景色がすごく好きですね、あ、最高の場所でお店を開いてるんですね、なんて幸せな、やっ
ぱりこのね潮の満ち引きと流れとでそのまあ空というか雲も、はい、ねあの時間ごとに変わるんで、うんうん、でも来てやっぱ街だけ見て帰るのちょっともったいないね、うん、どっかやお店とかに入って喋、うん、って帰った方がいいですよ、ね、ここの地元の人と。あそうそうだから、うん、もしあれやったらその、まあ、いろんなお店、はいがあるんで、うん、その店のオーナーさんというかね話されてもあれやし、うん、そのお店に来てる観光の方とかと話されてもなんかこう面白いの、うん、こう言ってもらえるかもなんですね。そうですね、うん、こう何度もこう共に来られる方とかもおられるんで、うん、そういうことになるともうこの雰囲気が好きっていうことですよね。もう、うん、あ そうなんですよ。あそうそう、その町の、うん、そのまあ作りもあるけど、うん、その人の雰囲気とか、はい、その営んでる要は生活してる雰囲気とか、はい、その雰囲気が、うん、そのあのあるんですよ、はい、うん、だからそれを大浜さんがその昔の町の雰囲気っていうのはなんか僕すごいわかります、うん、あのたまたま今日一日ですけどそういうこっちの濃い人たちに今会ってきたのでそうそうだからそれなんですよ。そのね、うん、細い路地のちっこいお店とね、うん、先ほど入ったそのお好み屋さんの、うん、でそこにこうまあ近所のおばちゃんなんか 3,4 人ね、うん、こうわーってだからそういうことなんですよ。その雰囲気、うんうんうん、うん、それがねだからそれが生き生きしてるじゃないですか、うん、やっぱこう見たらね、はい、うん、だから それが、ね、やっぱり友の一つの魅力でもあるんですね、うん、その雰囲気っていうかあれが、ね、いいですね。でもまあ本当にトムは、うん、あのいいとこですよ。でもこのちょっと駅というか新幹線とかからちょっと離れてて、はい、この小さい町の中にこんだけギュッとあって、うん、そうすごいですよね。外人の方らも、うん、要はバックパッカー的な人らの観光、うん、要はあの来られたりとかしたりするんで、うん、これからのトムっていうのはなんかほんまにこう変わっていきそうな雰囲気はありますね、うん、今、うん、今もう地域を大切にしながら地域に住もうとか、うん、あそうまあ、ゲストハウス始めようとかっていうのが、うん、まあ、まあ、ある意味流行ってますからね、うん、その流れに乗るといいですね、うん、そうですね。でもやっぱりね、うん、友に来られたら、うん、とかの人はやっぱり、うん、住人おったら住人とやっぱり友いいですねって言いますね。あ本当ですか、うん、それはどんな理由で。やっぱりその時の流れを感じるというか止まってるようなを感じるんか知らんけどだからぼーっとできるそれがもう良かったですとか言って、なんかその今日本当たまたま来てちょっと濃い人たちに会ってきたからかもしれないんですけどいや、なんか人に住んでるのはそうですよ。濃い人が多いです、濃い人でいるなんかね、その僕ら寂れたとこ結構行くんですよ、はいはい、寂れたところを、ね、狙っていくんでこういうとあれですけどだけど、寂れたとこってさっきおっしゃってましたけどちょっと本当に寂れてるんですよ、はいはいはい、もうまさに時間が止まりすぎちゃってるみたいな、はいはいはい、それがないのはなんかちょっとびっくりしてますね。だから友の人の人は自分ら寂れてるとは思ってないから全然そうです。確かにねそうなんですよ、うん、だから僕も何回も言うように昭和の30年代、うん、40年代の、うんま、それがもうほんまだからそのまま残ってるんですよ、うん、その人も街も、うん、そうですよ。すごい勢いありましたよね、うん、だからほんまタイムスリップしてるようなだからほんまそうなんですよ、はいはい、うん。ちょっとびっくりしたな。いやでもなんかここに来てまた一つよく分かりましたよ、うんうん、そうかあの人たちはそれでかっていうのといやだからそうなんですよ。だからやっぱその人もそうやし、うんまあ、街もそうやけど、はいうん、だから、街は寂れてるけど人は寂れてないですよ。いや本当そう思います、うんうん、だからそんな感じでねだから元気あるし、うん、大雑把な人だろうし、ん、でまあ親切っていうんじゃなくてなんて言ったらいいか分からないけど、でもまあほんまにそんな感じですよ。だからそれがやっぱり友のね、まあ、魅力の一つでもあるんじゃないかなと思ったよね。分かりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、旅人がいきなり寄っても全然ウェルカムなんですか小浜さんの時は。ここはあそうだからうちとかやっぱこう店やってるからこういろんな人食べるっていうかね、うん、旅行の人、ね、来られて、まあ、いろんなこう話して、うん、やっぱそういう意味で言うと
あれなんでしょうね、昔も今もこう、うん、人が集まってくる雰囲気のある場所なんでしょうね。ああ、そうかもね、うん、なんか、そういうとこなんだろうな、うん。ともに来たら、ぜひ大浜さんのお店に寄ってください。はい、アワハウスです。アワハウスさんです。はい、じゃあまた遊びに来ます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、とも深いですね。